皆さん、こんにちは。囲碁が大好きなカラステングのクーロンです。今回の囲碁旅は、以前台東区谷中の円珠寺に近道の回で紹介した剣客の神様二千翔上人の囲碁にまつわる伝説の舞台、横浜市金沢区六浦の浄妙寺を紹介します。浄妙寺の創建時期は不明ですが、元は金勝寺という真言宗の寺院で、建長6年、房総から船で鎌倉を目指していた日蓮聖人が六浦の浜に到着した際に、乗り合わせていたこの地の領主時胤次と放浪を戦わした結果、胤次は日蓮に帰依し、避難寺であった金勝寺も日蓮宗へ改修したそうです。日蓮聖人は、元は六浦平次郎という六浦港を支配する豪商でしたが、中山法華経寺三世日隆聖人がこの地を訪れた際に帰依、出家し六浦妙法と名乗ると、屋敷を寺院として寄進し、金勝寺を浄妙寺として改めて開山します。ここで日蓮聖人の囲碁の伝説についておさらいしてみます。ある夜、浄妙寺で修行する六浦妙法の夢枕に、金沢文庫で知られる真言密集別格本山正妙寺の仁王尊が立ち、改修して日蓮宗総本山である身延山久遠寺の守護神になりたいと告げます。早速六浦妙法は正妙寺の住職に掛け合いますが、当然断られます。しかし住職が無類の芋好きであったため、六浦妙法は仁王尊をかけた囲碁の勝負を挑み、激戦の末勝利します。ところが負けた住職は、あれは冗談だったと取り合おうとせず、あんな大きなものが運び出せるわけがないと言います。そこで六浦妙法はある夜、二体の仁王尊を背負って運び出し、三日三晩かけて身延山まで運んだと言います。久遠寺では六浦妙法の功績に対し、日蓮聖人という尊称を送ります。そして重い仁王尊を運んだ日蓮聖人は、剣客の神様として信仰されることになったのです。浄妙寺境内には、日蓮聖人が身延山から持ち帰ったと伝えられる護岸にも使われる茅の霊木があり、その霊木の傍らには日蓮聖人の墓が建立されています。